始めましょうか。はい、お願いします。じゃあ感謝します。は3い回言ってからね、ご挨拶始めはまいす。じゃあ皆さん、いきますよ。せーの、の感謝感し謝してます。感謝感謝してます。感謝してます。素晴らしい。それではオープニング埋まりまーす。せーの、ひとひとりりさんさんのの愛愛とと光と楽しい楽しいを配信するはオフィスない配信です。素晴ららしい。しい。ははい、ありい、がとうございありがとうございまます。はい、じゃあ大丈夫かな。はい。はい、じゃあ皆さん、ね、今入ってる人でね、はい、どんどんやりましょう。はい。はい、今日のね、霊能者クイズ。はい。はい、行きまーす。よろしくお願いしまーす。お願いします。はい、はい、ということで、今日、ひとりさんが食べたお昼。はい。を食べ、あ、食べてもらうじゃな、食べてもらうのが、はい、今日の霊能者クイズですが、はい、じゃあ皆さんにね、今からちょっと波動を送ります。はい。ちょっと心静かにちょっとお待ちください。はい、いきますよ。良い波動、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 入りました。はい、入りました。はい、今イメージして送りますか、はい、送りましたからね。はい、はい。じゃあ皆さんの頭にこう、ひらめいたものをどんどん言ってってください。はい、はい、どうぞ。はい。はい。たぬきそば。たぬきそば、これは、か、違いまーす。はい、はい、なおちゃん。鍋。鍋、はい、これは、違いまーす。はい。はい。あ、まーさん、うるまーさん。はい。サンドイッチ。サンドイッチ、これは、違いまーす。はい。はい。エビ天丼。エビ天丼、これは、違いますが、近くなってきたかもしれない。近づいて、近づいて、近づいてます。うん、よし、うん。はい。はい、まゆちゃん。はい、感謝してます。ありがとうございます。カツ丼。カツ丼、これは、違いまーす。まあ、目の付けどころはいいですけど、ちょっと違うんですよ。はい。はい。どうぞ。はい。はい。はい。まーさん。アナゴ天丼。アナゴ天丼、これは、か、違いまーす。はい。はい。カレーライス。カレーライス、これは、か、違いまーす。どうぞ。どんどん思いついたものを言ってください。はい。うん、皆さんが自分で食べたものでもいいです。はい。まゆちゃん。はい。牛丼。牛丼、これは、違いまーす。ゆりちゃん。はい。マグロ。マグロ？マグロ？あ、ごめんなさい、ミュート、ごめんなさい、間違えてミュートにしてしまいました。はい。マグロ丼。マグロ丼、これは、違いまーす。どうぞ。どんどん言ってください。はい、はい、はい、はい。エビフライ。エビフライ、これは、惜しくなってきた。惜しいかも。惜しいかも。惜しいかもしれません。はい。カキフライ。カキフライ、これは、惜しい惜しい惜しいおおやばい、出るか出るか。はい、まいちゃん、すごい近づいてまいりました。はい。はい。天丼。天丼、これは、違いまーす。違う、天丼ではないです。はい。アジフライ。アジフライ、これは、か、惜しいけど違います。違います。お近い。近い。すごい、みんな惜しいところまで行ってる。もうちょっと、もう一押しです。はい。エコちゃんかな？はい。はい、感謝してます。天ぷらそば。天ぷらそば、これは、違います。違う。どうぞ。はい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 、はい、はい。メンチカツ。メンチカツ、これは、正解。やった正解です。今日食べようかなと思ってた。ほんとよかっただから、エビフライちょっと結構買ったでしょ。そうなんですよ。エビ系の、魚系の何かかなって思って。なるほど。これはでもメンチからそう、惜しいのね、フライのね、フライが惜しいってことだったんですよ。嬉しい。すごいですよ、うっちおめでとうございます。今日あなたを霊能者として認めます。素晴らしいです。ありがとう。いや、みんなで繋いだね。みんなで繋いだ。素晴らしいです。皆さんの答えも素晴らしかったです。ありがとうございます。うっちおめでとうございます。ありがとうございます。いや、なかなか冴えてますよ。ありがとうございます。万歳いかがですか？せーの、万歳万歳万歳よっしゃ。でも、うっちもなかなか合ってるよ。おかげさまで。いや、結構すごい。ありがとうございます。いや、本当に。皆さんの、いや、みんなもね、結構近いところで。はい。いや、素晴らしい。皆さんもね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。盛り上げてくれて、ありがとうございます。感謝してます。はい、感謝してます。はい。じゃあ、ここから皆さんのね、感想コーナーに移りたいと思います。はい。じゃあ、どうぞ、稲本ちゃんなんかあるんでしょ？はい。はい。はい。
はい。はい。じゃあ、いきますよ。いや、大丈夫？はい。よーい、スタート。感謝してます。感謝してます。愛の町内革命、マルカン王国の稲穂です。はい。はい。お客様から水素の体験談をいただきました。はい。水素のおかげで二日酔いなしで済みました。うん、飲み会があった日。うん、飲み会、はい。そうですね。うん、の、飲み会の前に、4カプセル飲んで、うん、帰ってきてから4カプセルまた飲んで、うん、朝起きて2カプセル飲みました。うん、すごいね。そしたら二日酔いなし。うん、素晴らしい。よかったです。なんかこれからの忘年会シーズンに、すごいぴったりな水素だなって思いました。うん、素晴らしいでーす。素晴らしい。お酒大好きな人はぜひ飲んでください。はい、ねえ、ぜひぜひ。ねえ、飲んでください。ありがとうございます。51秒、万歳いきまーす。せーの、万歳万歳万歳よっしゃーありがとうございます。なんかね、水素結構二日酔いにね、いいって体験談結構あるよね。いや、素晴らしいです。いや、ありがとう。よかったです。で、皆さんもね、飲む前に飲んでみてください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。はい、あ、じゃあ皆さんのでありますか、ね、うん、あ、じゃあカリちゃん、はい、はい、感謝してまーす。なんか2日間お世話になりました。お世話になりました。それでは用意スタート。感謝してまーす。佐賀講演会ありがとうございました。ありがとうございました。大変な盛り上がりで本当に皆様もとても喜んでいらっしゃいました。嬉しいです。ありがとうございます。本当にもう素晴らしいお話で、うん、うん、もうなんか最初裸の女の人の話が結構盛り上がった。どこまで行くかと思ってたんですけど、うん、そこから先がもう本当にね、ひとりさんの最新のお話で、うんうん、もう私もなんだろう、もう大感動しました。あ、よかった、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、福岡の方もね、すごく盛り上がった。私2日行かせていただいたんですけど、うん、福岡も本当に大盛り上がりで、うん、もうなんか久しぶりのリアルであったかな、うん、私は。あ、うん、そっか、焦っちゃうかもね。うん、そう、なのでもう私もなんか 大感動で、うん。あ、本当。話も素晴らしかったし、あの質疑応答もね、うん、とってもいい、なんか質問されてる方たくさんいらっしゃって。そうだね。うん。うん、すごくいい講演会でした。ありがとう。素晴らしいです。いやー、今も本当いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。また行くからね。はーい、ありがとう。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。1分25秒、バンザイいきまーす。せーの、バンザイバンザイバンザイ、よっしゃー、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、大成功、大盛況。いやいや、おめでとうございました。おかげさまです。ありがとうございます。一応ほら、ひとりさんにも帰ってきてから報告して、はい、一応ほら、ひとりさんから教わった話だから、はい、この話とこの話とこういう感じで話してるよって話したら、はい、なんかひとりさんがね、すごい筋が通ってて、すごい聞いてる人もわかりやすいからいいよって、すごい褒めてくれて嬉しいです。もう、もう皆さんのおかげです。ありがとう。もう、バカズだと思って。あ、バカズ。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、いや、皆さんのでございますか、はい、あったら挙手の方でお願いします。はい、どうなんでもいいよ。ね、別にね、あの。あ、ね、まゆちゃんもご参加、リアルでのね、うん、ありがとうございました。あ、いいですか、喋って。ありがとう。どうぞ。感謝してます。はい、感謝してます。感謝します。はい。達也部長の12月8日の講演会の感想ですね。ありがとう。はい。じゃあ、スタート。はい。感謝してます。マルカンのお店、水俣店、緒方真由美です。はい。リアルで、あ、水俣店の、あ、違う、水俣の講演会の他に、大野城まで行くのって、なかなかなかったんですけど、ロスのさっちゃんにも会いたかったし、うん。うん、なかなか会えない人が、いるっていうのもあるし、うん、ちょっと行こうと思って行ってきました。うん、すごく良かったです。嬉しい、ありがとう。うん、はい。で、いつも通りメモも取らず、うん、そう、なんだっけ、あ、うんと、その日は覚えてるんだけど、うんうんうん、
いざ喋ろうとすると、すごく楽しかったっていうことだけは覚えてるんです。いいね、それで。アッホーが、すごく良かったです。ああね、嬉しいね、アッホーね。あの、達也部長の後頭部に向けて、思いっきりやってって言われたときに、正直、私にとって達也部長は部長なんで、やりづらって思ったんですけど。ああ、まあまあね、そうなんだ。でも、あの、みんなね、思いっきりやってるんで、じゃあ私も思いっきりやらせてもらおうと思って、させていただいたときに、すごくスッキリしました。ああ、よかったです。俺もスッキリしました。なんか、なんだろう、あの、弾いて、アホってするときに、まあ私の感覚なんだけど、弓矢が飛んでいって、相手になんかぐさっと刺さるみたいな感じで、その、ご本人には当たらないんだけど、周りにある、なんかちょっとドロッとしたやつが刺さって、キラキラって焦点するみたいな感じで、達也部長が振り返ったときになんかすごくこう、すっきりされたお顔になってたので。そうだな。何か言うのか。達也部長が。ね、俺が。なんかね、もやっとする人に向けてやるもんなんだけど、うんうん、いいのかしらって思って、はい、なんか不思議な体験をしました。よかった。以上、ありがとうございます。はい、2分15秒、万歳いきまーす。せーの、万歳万歳万歳よっしゃー。最近講演会出た人は知ってるし、まあ動画もね、まあ、もしかしてやってるかもしれないけど、うん、あの、前はね、ほら、はい、前の人の後頭部にやりましょうみたいな話もあったんだけど、うん、はい、なんか、あまりにもちょっと失礼かなと思って、全員で俺の後頭部でやってもらおう。だから俺が反対向きになるんですよ。そう、だ要は、アッホの本番の時に、俺がその後ろを見て、みんな一斉に俺に向かって後頭部に向かってやるという。みんな達也部ちゃん。そうそうそう。すごいなんかね、やってる方もなんかね、何かすごい勢いで来る。遠慮なく来るし、なんかやってもらって俺もなんかね、すごい、あの、いいです、すごく。そう、だって本当はアホがいつも言ってるけどさ、はい、あんま正面来てやるのあんまいない。確かにそうですね。で、なんか頭来てアホことかって、正面来てあんまやる人いないと思うから、やっぱ後ろからとかで見えないところからやると思うんだけど、これはね、いい練習にもなるから、すごくなんかみんなやったらね、評判が良くて。はい。で、最近後ろから私に向かってやってもらって。一点集中。一点集中で。逆にやりやすかったです。合わせやりやすかった。意外とやりやすい、ね。そう、皆さん、あの、横目でチラッと見たときに、あ、なんかすごいみんなやってると思って。よかった。なんかね、みんなでやると一体感も、ね。そうそう、一体感あって、すごくね、いいです。いや、ありがとうございます。今言おうと。うん。何か言おうと。いやいやいや、なんかね、あの、すごくなんかね。すごい圧とか。あ、そういえばね。もうなんか思いっきりやるぞみたいな。そっちのアングルを、ね。あ、そうね。そっちか。みたいな。だいたい講演会でさ、人に背中ぶつける講演会であんまない。要はカメラに背を向けちゃう。そうそうそう、カメラに背を向けちゃう。楽しくやらせてもらっております。リアルならではの、ね。リアルならではのね。いいですね。いや、本当に。リアルだからこそあの圧を感じれました。いや、嬉しいです。でもなんかみんな本当に楽しそうにね、あのね、してくれてたし、すごくね、なんか本当にひとりさんがね、あの、いつも感想で聞いてくれるね、たった一言の、あの話があるんだけど、必ず、受けたかって聞くのよ。受けたかだから。だから、我々にとっては、どれぐらい受けたかがすごい大切なのであって、そう、なんかね、別にいい話をしようとかじゃなくて、やっぱ受ける話を。まあもちろんね、いい話をね、受けるように持っていきたいと思ってますけど、まあでも本当ひとりさんがね、どの話したよとか、この話したよってちゃんと報告すると、はい、あの、受けたかとかね、何の話が受けたとか、すごいいつも聞いてくれる。我々にとっては、常に受けたがすごい、はい。楽しい。楽しい。やっぱりね、はい、あの、いつも言ってるけど、あの、なんつう、ためになる講演会、脱だから、脱ためになる講演会。ためになったらなんか反省しなきゃって。そうそう、なんかね、やっぱりすごいためになりましたとかで、ちょっとまだまだまだ。だけど、すごい楽しかったですとか、なんかね、話の内容もね、ちょっと忘れちゃったけど、なんかすごい楽しくね、帰れましたとかって言ってもらえ、本当にすごく嬉しいなと思って、本当楽しい講演会を目指しております、我々はね。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまです。感謝します。はい。ね、リアルも素晴らしかったと思いますけど、ズーム、リアルタイムでのズーム参加のゆりちゃん。ああ、ゆりちゃん。はい。
はい、感謝します。ね、感謝します。まあ、ちょっと本当はね、来る予定だったんだけどね、ちょっとね、うん、大丈夫。ものすごく楽しかったですもん。ものすごく楽しかったです。もうありがとうございます。いや、うん。私、やっぱり達也部長のその因果のお話ですか、自己満足、はい、私はあの話がずっと2日間、うん、達也部長がやっぱりその自分の言った言葉が全て自分に返ってくるっていうのがね、うんうん、あれがすごい残ってまして、はい、うん、でね、やっぱり私もね、今までこう、今の聞いたお話ずっとこのもうなんていうのか、自分のその思ったままを口に出してたんですけど、うん、達也部長のお話聞いてやっぱりちょっとうんと思ったの、ちょっと一呼吸置いて、うん、話す自分に変わってるのに気がつきました。素晴らしい、ありがとうございます。いやいやいや、もう本当に楽しかったんで、うん、もうあのままの波動が私本当あの上がったままの波動が今ずっと持続してます。あ、嬉しいね。ものすごく楽しかった。私毎月1回はズームで参加したいなと思いました。嬉しいです、ありがとうございます。良かったです、すごい良かったです、ありがとうございます。ほんとベタ褒めで嬉しい、ありがとう。楽しかったです、以上です。嬉しいです、はい、ありがとうございま す, います。素晴らしい。そう、因果の話もね、いつも最近ずっとしてると思うんだけど、ほんとひとりさんがね、因果はね、自己完結します。だからあの、はい、ちょっとややこしくなっちゃう元になってるのが、常になんか例えば親子とか、うんうん、なんか誰かに影響するんじゃないかってね、うん、みんな思ってる人が多いんで、これひとりさんがちゃんと教わったのは、はい、因果は全て自己完結します、うん、自己完結、自己完結。そうだから、そのね、言った言葉とかもそうだし、波動もそうなんだけど、すべてこうなって全部ブーメランみたいに自分で戻ってきちゃうんだよっていうのを覚えておいてもらえればすごくわかりやすいかなと思って、はい、ね。でもすごいありがとうございます。楽しかったです、ありがとうございました。もう達也部長もね、うん、私前のと比べたんですけど、達也部長自身もすごい波動が上がってらっしゃいますよね。うん、そうなんだ、楽しさも増してますし、達也部長すごいと思いました。あ、いや、ありがとうございます。これは皆さんのおかげで、いや、俺は本当にすごいありがたいのは、うん、なんていうかな、いつもね、こういうひとりさんが、はい、あの、楽しくやってこいよって言ってくれるし、うん、もうすごいなんかこれありがたいと思うんだけど、はい、なんか微調整できるじゃないですか。帰ってからほら報告して、はい、ひとりさんこういう、はい、ね、こうだよ、ああだよとかっていろいろ言ってくれれば、はい、なんかすごい自分も学びになるから、はい、なんかその本当にちょっとずついい改良ができるかなって俺は思ってるのね。そうだから、それはね、すごいありがたいなと思ってますけどね、皆さんのおかげですよ、本当にね。だってこれだって聞いてくれる人がいなかったら成り立たない。またでも聞きたくないって、ね。いや、本当ですか、ありがとうございます。おかげさまです、皆さんの。ありがとうございます。ありがとうございます。でもほら、あの、2人で成功ね、5人で大成功はね、うん、ずっと変えてませんからね、うん、本当に、もう、その心はね、ずっと、はい、もう思ってやってます。でもありがとうございます。また引き続きね、お申し込みも。うん、開催のお申し込みも、ね、うん、本当、引き続き、いや、嬉しいです。ね、いや、嬉しいね、ありがとうね、うちもいつもありがとうございます。はい、感謝します。感謝してます。ゆりちゃん、はい、ありがとうございます。ゆりちゃんもいつもありがとうね。すかがありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、あれかな、バンザイ、はい。はい、じゃあ、バンザイいきまーす。せーの、バンザイ、バンザイ、バンザイ、よっしゃー。素晴らしいでーす。感謝してまーす。感謝してまーす。はい。はい、続きまして、では、さあやちゃん、お願いしまーす。はい。はい、感謝してます。感謝してます。さえちゃん、いつもありがとう。この間もありがとうね。いや、この前ありがとうございました。ありがとうございました。あの、箱、あの、パワーのおでんじゅうね、おでんじゅうね、帰り言ってくれて。ありがとうございます。ありがとうございます。それで、あの、7時ぐらいにちょうど新小岩で降ろしてもらって、あの、もう新幹線で帰ろうかなと思ってたんですけど、あ、そういえば今から、新小岩に、オフィスに行けるって思って、もうすごく嬉しくなって、あの、ちょうど大好きなダンス、だんだんだん良くなる。だんだん良くなるな。だんだんしいと思って、もう、鹿島様、香取様にも行けて、オフィス花江さんにも行けたのが、もうすごく幸せで、楽しかったです。あ、よかった。すいません。会えてよかった、ね。もう夢中になって、測るの忘れてたんですけど、今から測った方がいいですか？はい、どうも大丈夫だよ。ちゃんと測ってください。大丈夫、大丈夫。なんかね、あの、もう話したいことがいっぱいあるんですけど、教えて、うん。まあ、その当日も、うん、あの、まあ、あの、まあ、つなちゃんっていう方が、とある駅に迎えに来てくださることになったんですけど、あの、その駅だけは分かってたんですけど、その、連れてからどこの出口に出るとかも何も、あの、まだ連絡も取ってなかったんですけど、うん、あの、あ、きっとこの方だってなんとなくが働いて、うん、ばったり会えたんですよ。
そうなんだ。え、初めてなの？あ、そう、初めて会って、あの、ズーム越しには顔見てたん、してたんですけど、つなちゃんは私のこと知らなくて、せいでばったり会ったことがすごいつなちゃんが大喜びしてくださってて、すごいって言ってくださったんですけど、あの、私結構、その、ワクワクしてると、うん、あの、ばったり、あの、会いたい人に会えるっていうのがすごくあって、のその日も発行カウンセリング、うん、川の、日でワクワクしててばったり会えて、なんか違う、例えば、推しのライブで、例えば1万人ぐらいいる会場でも、会いたい人に連絡もせずに会えるっていうのがあるので、すごいね。いつもひとりさんが言ってくださってる上機嫌でいると、やっぱりいいことをなんとなく働くっていうのも思って、あの、まあ、まだまだいっぱい話はあるんですけど、一回以上になります。分かった。とりあえず今日はこの辺で。7時ぐらいまで話が伸びそうなじゃあ、ビマは大切だよね。またちょっと言って。あ、はい、もう一回また言うかもしれない。あ、ぜひ。ありがとうございます。以上です。分かった。ありがとうございます。はい。漫才行くね。漫才行きまーす。せーの、万歳万歳万歳よっしゃーありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ゆりちゃんは改めて手を挙げてるのかな、うん、違う下ろしてないだけかなうん。かなあ、下ろしてないだけです。あ、はい、はい、大丈夫だよ。はい。じゃあ、ようこちゃん。はい、ようこちゃん。はい、お願いいたしまーす。はい、感謝してまーす。感謝してまーす。はーい、じゃあ行くよ。よーい、スタート。はい、感謝してまーす。はい、この前、達也部長の福岡講演会に参加させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。福岡のお客さんと会うので、その前、ランチしたり、神社行ったりして、はい、もうそれで満足で、はい、今日の目的は何だったかなって感じで。満足で。もうここでいいよねって思ったんですけど、やっぱり行ったら達也部長の魅力はものすごくて、ありがとうございます。もう何か、本当、さやちゃんと一緒で何から話せばいいか分かんないくらいいっぱいあるんですけど、うん、まず、あの、お母さんと娘ちゃんと二人で来る予定だった、うん。方がいらっしゃって、ただ朝から報告がありますって、うん、あの息子ちゃんも達也部長に直接お礼を言いたいから参加したいって言ってきましたって言われて、うんうん、で、あの参加されたんですけど、あの多分人前とかちょっと苦手なんですよね。で、だからそのお礼とかも、うん、あの個人的に達也部長に言われると思ってたんですけど、うん、次応答の時にみんなの前で手を挙げて、うん、あの発表されたことがもうものすごく嬉しくて、感動しました。いや、よかった。やっぱそう、達也部長の魅力っていうのが、そんな人を変えるんだなって感動したのと、うん、達也部長のファンになりましたって。ああ、よかった、嬉しい。僕は達也部長みたいになりますっていうことをおっしゃってました。そうなんだ、嬉しい。よかった。お母さんの方も感想いただいて、うん、お顔と名前知らない方がほとんどなのに、うん、なぜか親戚の集まりみたいで、本当にめちゃくちゃ楽しかった。なんだか、達也部長の講演会に参加するたびに、自分が解き放たれているようで、やりたい放題になってる気がしますって言って、もうその軽い波動って、みんながなんかどんどん良くなってって、もうそれを見て私がすごく嬉しいです。うん、ああ、よかったね。はい。うん、もう一回。話するけど、以上。いや、とりあえず以上。とりあえず第1話。第1話は終わった。じゃあ、バンザイ行きます。バンザイバンザイバンザイよっしゃありがとうございます。俺、横ちゃん聞こうと思ってたんだけどさ、その男の子がさ、なんかほら、俺が写真撮ってる時に笑ってるってすごいみんなさ、なんか感動してたじゃん。なに、笑えなかったの？うんうん。だって、私たち、あの、その、娘ちゃんとお母さんと遊ぶときに、その子も来てほしいって言ったけど、その時は来てくれなかったんですよね。ああ、そうなんだ。でも、今回来てくださったし、うん、最初は緊張してマスクされてたんだけど、そう、いつの間にか達也部長と写真撮るとき、マスク外して笑顔で、うん、もう大感動。そう。その後から私たちにも心を開いてくださって。そう、あ、そうだったんだ。すごく、じゃあなんか打ち解けてくれたんだ。うん、どうなんだ。ありがとうございます。いやいや、俺何もしてないけど。
達也部長最初は声が苦手だったって言われてました。あ、そうなんか、ね、一番最初元気がない時に、なんかほら、お母さんとか娘ちゃんがね、うん、なんか達也部長の話いいから聞きなよって言ったら、うん、なんかね、いや、なんか最初聞いた時はね、ちょっとこの人苦手って思っちゃったんだって。そう、やっぱ元気ない時聞くとな、うん、なんかさ、余計さ、疲れるって思っちゃうじゃない、うん、でも、なんかね、聞いてたらね、すごくなんか、うん、その後からね、あの、なんかすごい元気が出るようになったんだって。いや、よかったね、嬉しい、ね。いや、嬉しかったです。ありがとうございます。おかげさまでありがとうございます。よかったわ、軽くなってもらって。感謝してます。感謝します。あの、ようこちゃんもお服分けでね、うん、あの、水槽グランプリのプレゼントのジャケットや、お客様の、ね、ブーツとか、ブーツとね、あの、披露してくれたよね。はい。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。はい、感謝してまーす。ます。このまま手挙げてていいですか？あ、じゃあ、はい、いいよ、じゃあいいよ、よーい、行きましょう。はい、いや、いいよ。まだ大丈夫そうなんで、ようこちゃん、はい。うん、はい。はい。はい、はい、よーい、スタート。あとさっき言い忘れたんですけど、私も、あの、ロスの幸子さんとか、ヒロさんとか、うんうんうん、二宮さんとか、うん、もう九州の方はいつも会える。会えるって言っても、その、達也部長の講演会とかしか会えないし、ほんとそれが嬉しくて、よか、楽しかったです。あと、うん、あと、お客さんが、また達也部長に質問されてて、ご両親の介護をされてる。うんうんうん、で、その、家から職場まで通勤が片道1時間半で、往復3時間かかるので、あの、転職を考えてるっていう質問をされたんですけど、はいはいはい、そのことは私も前から知ってて、だから、あの、正しいより楽しい方を選んでくださいっていうことを伝えてたんですよね。うんうん、あの、質問コーナーでそれを達也部長に言われてて、達也部長の答えがすごかった。なんか、その3時間をきつい時間と思ってるからだよねって、うんうん、俺の YouTube 聞いてたらいいよって言われて、ほんと一瞬で、その方もだし、周りの人も、なんかもう、で、なんか、そんな簡単なことですごい明るくなってって、なんかほんと波動がすごくて、達也部長、感動、感動。感動したらあの答えで、ね。が発想がすごくて、いや、もう本当尊敬します。いやいやいや、嬉しい。そうだよ、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。でもね、なんか、すごい質問した本人もね、すごいなんか、はい、あの、喜んでたっていうかね、こんな見方があったんだと。まあ別に俺の YouTube だけじゃなくてもいいけど、なんかね、楽しいことをね、できる時間だって思えばね、その1時間も楽しい時間になるんじゃない？ね、いやもう JR って言われてたから、うんうん、JR じゃ大笑いして、周りの人から見られるだろう。大丈夫かな電車で笑ってる人がいや。楽しかったです。ありがとうございます。よかったです。みんなね、明るくなってくれてよかった。ね、嬉しいです。ありがとう。ようこちゃんもよかったね。なんか、みんなお客さんが喜んでくれると嬉しいよ。嬉しいです。嬉しい。でもそうやって、達也部長が来てくださるから、みんなが集まれるので、本当にありがたいです。いやいやいや、みんなのおかげですよ。来てくれるね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、バンザイ。バンザイ。はい、行きまーす。せーの。バンザイバンザイバンザイよっしゃーありがとうございます。感謝してまーす。いや、嬉しい。あの、ほら、質問コーナーみんな見たりね、あの、実際に出たことある人だったらわかると思うんだけど、うん、ちゃんと前置きがあってですね、あの、私は、この質問に関しては私なりにお答えします、うん。で、ものすごくスカッとしてお答えが出るから、ものすごくモヤモヤしたまま終わるから。そこを了承してもらってもね、ちゃんと質問してくださいって。そうね、よかったです、スカッとされて。ありがとうございます。でも実際に、私のお仲間さんも、うん、達也部長の YouTube 見ながら、うん、通勤されてる。そうなんだ。嬉しいね。楽しいって。楽しいってよかった。嬉しい、それ。俺たまに自分で YouTube 聞いてるとさ、この人面白い人だ。なんか、神がかって、神があり嬉しいです。皆さんの神がかって。神がかっても、俺自分で聞いて自分で笑う。最高です。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一回、もう一回。もう一回、いえ、もう溢れちゃうぞ。行きましょう。いいですか？よーい、スタート。
辰山町の講演会で、はい、体の不調は、この3つで良い方向に向かうと、はい、言っていただいて、因果は和顔愛護、はい、霊的なものは龍神結界炎、はい、気持ちが落ち込むときはだんだん良くなる、未来は明るいっておっしゃって、はい、なんか普段メモ取らないんですけど、これだけはメモをしてたんですよ、ね。で、そしたら、お客さんが、2個目のがどうしても思い出せなくて、はいはいはい、言われたので、これを、あ、メモしてますって言って、送ったんですけど、うん、なんかもう、龍神結界炎で、直感が磨かれてる。うん、そうね、自分が。そっか、これはなんとなくメモ取んなきゃみたいに思ったの。そっか。で、そう、龍神結界炎といえば、私、ひとりさんが触ってくださった龍神結界炎、靴に入れるぐらい、ひとつまみをいただけると思ってたんですけど、はいはい、もうね、袋に入れていただけて、結構多めにいただけたので、本当ありがたいなと思いました。うん、いや、嬉しいです。ありがとうございます。せーの。はい、1分11秒、万歳いきまーす。せーの。万歳万歳万歳よっしゃー、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいです。いや、この龍神結界はね、皆さんも知ってると思うんだけど、ひとりさんが直接波動を入れてくれた龍神結界、私の講演会で、プレゼントね、してるんですけど、もう本当にみんなすごく喜んでくれてね、いや、もうだから本当にあの龍神結界もらった人がすごいと、これもらうだけでもね、ここに来た甲斐がありましたとかっていう、いや、俺の話おまけか。あ、俺の話はみたいな。おまけみたいな。いやいや、ちょっと幸せ倍増で。幸せ倍増で。でも本当すごいみんな喜んでくれるね。うん、あの、龍神結界まだなくなっちゃった、ひとりさんに波動入れてもらいますから。本当に、福岡と佐賀の講演会行ったら綺麗に終わっちゃった。そう、なんでね。また新たにちゃんと入れてね、もらいますからね。はい。でも嬉しい。よかったです。みんな喜んでもらえて。ありがとうございます。感謝してます。感謝してます。はい。うん、はい、はい、ねえ、ようこちゃん。ああ、いいよ。はい、どうぞ。じゃあ、いいよ、いいよ。じゃあ、さやちゃん、はい、はい、うん。さやちゃん、お願いします。はい、感謝します。お願いします。やっぱり言いたい。はい、いいよ、言ってください。じゃあ、よーい、スタート。はい、感謝してます。いっぱい言いたいことがありまして、ぜひぜひ、やっぱりちょっとだけ言っとこうと思ったのは、うん、いつもね、オフィス花屋さんに行くといいことがあるって、うん、私思ってて、次はどんなことがあったかなと思ったら、はい、すぐにいろいろいいことがあったんですけど、うんうん、私が今働いてる、ま、飲食のお店に、うんうん、パッて見たときに、なんか明らかに笑顔がすごい違う、なんかすごいいい笑顔、素敵な方がいて、わーってすごいびっくりしたんですけど、そのまま何も言わずに、まあ普通通り過ごしてしまってたんですけど、まあその仕事終わりに、まあ違う職場の方が、あの人ってあの芸能人の方に似てなかったとか言ってきて、私あんまテレビ見てなくてわからなかったんですけど、あ、もしかしたらそうだったのかもって、こうインスタとか見てたら、そういうふうに思ってきて、それでその人のことを見てると、なんかいろんな写真があって、その、鹿島様、香取様っていうお札の前で撮った写真があって、うん、その神様好きなんだって思って、うん、なんか私って結構神様の、ま、神社とかに行くと、なんかその神様のおかげで、あ、この人に出会えた、この人に出会えたっていうことがあって、やっぱり神様、神社に行くとこういうご縁って結ばれていくのかなっていうふうなこともあって、オフィス花屋に行くといつもいいご縁がつながるので、オフィス花屋にも行くといいご縁ができると思ったっていう話です。以上です。ありがとう。以上、うん、あ、はい、以上、はい、はい、まだありますけど、すいません、以上です。とりあえず以上ね、わかった。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、万歳行かせていただきます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー。ちなみに、その笑顔の素敵な芸能人の人って誰だか分かったの？はいはい、ね、でもそれは確実じゃないから、あんまり言っていいのか分からないんですけど、うん、宮園じゃないの？違います。言っていいか分かんないんですけど、なんか吉本新喜劇のアキさんっていう方で、アキさん、なんか
今座長とかされてる方なんですけど、違うかもしれないんですけどね。うん、で、その方がすごいひとりさんと同じような、なんかこう、自分、どんな自分も許そうとか、どんな、うん、自分も肯定していこうみたいなことを言っておられる方で、はい、なんか本当になんかひとりさんと、なんかね、繋がってるような、なんか、みたいな風に思って、うん、はい、思いました。そうなんだ。はい。いや、素晴らしいです。はい、それでいいことがあったなと思ってます。感謝してます。感謝します。嬉しいです。はい、はい。ありがとうございます。はい。では、稲穂ちゃん。はい。はい。お待たせしました。はい。ではじゃあいける。はい。よーい、スタート。感謝してます。感謝してます。感謝してますをたくさん言ってたら起きた、うん、いいこと。はい。私にとって、はい。というか、他の人にとって、はい、前にだんだん良くなる未来は明るいをたくさん言ってたら、うん、いろんな、はい、人の落とし物、うん、通帳とか、在留カードとか、他にもいろいろそういうお金、うん、金目のものをすごいたくさん拾うようになって、うん、で、感謝してますって言ったら、今度は、キャッシュカードを、うん、忘れてるのを見つけて、それを、届けてあげたっていう、うん、それが、なんか自分の中で、うん、あ、私すごいいい人っていう感じで、うん、なんかその人が喜んでる映像も、なんか自分の中で出てきて、それが、なんか、相手が喜んでるし、自分も嬉しいしっていうので、嬉しかったです。素晴らしい。はい、感謝します。以上。素晴らしい。1分2秒。あ、あ、うん、終わり。あ、いいの、終わりでいいの、はい、以上。はい。では、万歳行きまーす。せーの。万歳万歳万歳よっしゃー素晴らしいありがとうございます。ね、よかったね。喜ぶよな。落としたらね、ちょっとびっくりするもんな、うん、そういうのな。そう、お金の、うん、お金関係が結構、私拾うのが。そうなんだ。いや、素晴らしい。特つみ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。皆さん、なんか、誰か手挙げてる人いる？大丈夫？今んとこ。今、あ、マーさん。はい。はい、感謝してまーす。はい、感謝してまーす。はい、感謝してまーす。はい、お願いしまーす。いくよ。はい、よーい、スタートー。はい、感謝してます。感謝してまーす。先日、釘沼海岸で、アフリカンダンスの、はい、これをちょっと、楽器な、楽器なんです。はい。これをこう、音鳴らして、ポン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 ってかこうやってるんですけど、はい、もう、毎朝これちょっとハマってまして。そうなんだ。練習されてるんですね。練習をちょっとしてるんです。素晴らしい。なんかこう、リズム感がとってもあって、うん、なんかこう、テンションがこう、なんかこう上がってくる感じの音楽に、そうなんだ。ちょっとこう、なってきてるんで、まあそんな話なんですけど、うん、ちょっと、まあ話は戻しまして。あ、戻すのね。はい。職場でですね、部長がいつもこう、ありがとねってやっぱ皆さんに言ってくれるじゃないですか。うん、はいはいはい。ああいうこう、優しい口調で私もこう、まあ職場で、まあ、19ぐらいの男の子とか、うん、女の子とかに、うんうん、ありがとね、ありがとねって、ちょっと真似させていただいてるんです。あ、そうだ、いやいやいや、嬉しいです。うん、そしたら、やっぱなんか、今まで普通に書いてたのが、ちゃんと掃除して帰ってくれたり、なんか最後自分がいつもゴミ捨てとかやってるんですけど、うん、なんか自分の代わりにやってくれたり、だからやっぱこう部長のこうありがとねとか、うん、褒める言葉っていうんですかね、うん、なんかこう今日もいい顔してるねとかやっぱちょっと言うだけでなんか全然、うん、なんていうんですかね、職場でこう嬉しそうな顔してるのは、ね、ああいいね、いやもう本当に、そう、部長のおかげさまでございます。いや、俺何もしてないけど、何もしてないけど、いや、ありがとうございます。嬉しいです。はい、以上です。ありがとう。はい、うん、ありがとうございます。1分52秒、万歳いきまーす。せーの。万歳万歳万歳よっしゃー、素晴らしいです。それはでもね、嬉しいよね。ねなんか、よくひとりさん、うん、まあ、最近もね、講演会でもこの話もしてますけど、ひとりさん論って、自分論って言って、要は自分、まあ、変えられるのは自分だけって昔からひとりさん言ってるじゃないですか。だからやっぱり実践して、ちゃんと結果が出てっていうのは、やっぱり自分がこう変えられることは、変わることはね、できるけど、人を変えることってできないけど、でも自分が変わったらね、そうやって周りも良くなるっていい実例だよね。いや、素晴らしいです。
ございます。いや、素晴らしいです。実践したマーさんが偉いね。いや、本当に。偉い。素晴らしいです。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝してます。はい。はい。ちょ、ひろみちゃん。はい。感謝してます。はい、感謝します。感謝してます。感謝します。2つあるんですけど、ああ、いいよ、言って。用意スタート。スタート。龍神結界授業の体験談なんですが、はい。私、そんなに掃除とかしないんですけど、あんまり、龍神結界炎を、本当に体温が一度も上がって、一度上がるのはすごいね。でも、ひとりさんのサプ、私、20歳ぐらいから話は一度もまとまらないんですけど、20歳ぐらいから私、サプリっていうのは自分でも、仕事的にもやって、関係してたのもあって、すごい最高のものを飲んでたんですよね。はいはいはい。それだけど、視力が回復したりとか、その体の体温1度って言ったらもうすごくって、5度台が当たり前だったんで、そしてなんかお掃除苦手だけどふわふわさしてたら、結界樹を肩から巻いたりベッドに巻いたりしてたら、3日に1回掃除機かけるようになって結果綺麗になってます。あ、よかった。以上です。以上。はい、もう一つ、はい、もう一つ、はい、どうぞ。スタート。はい、今ちょっと日にち、今回の、うっちー店長のなんか6人会っていうのが、今週末だね、仲間の方でありまして、はい、いつもリモートになってから、マルカン来てるから、ズームで出陣式とかで、なんか会った、見たことない人に会えるから、なんか今ワクワクしてます。はい、で、楽しみだね。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、一応バンザイ。バンザイ、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 せーの、バンザイ、バンザイ、バンザイ、よっしゃー。ありがとうございます。で、楽しみだね。はい、このうちも今週末、福岡ですからね。仲間市、はい、仲間市で、向井理恵城主と、稲見ひとき城主と、佐久村広範城主と、大河原優子城主と、あと、ひとりさんファンクラブの四つ慎吾先生とご一緒に、はい、いつもズームで115でよく拝見するね、皆様がリアルで楽しみです。なんてとこ、仲間市の、仲間市の、あとで LINE で、仲間市の、仲間市のどこ、仲間市の、はい、すいません、大丈夫大丈夫、全然俺も自分で分かってないけど、仲間市であります。今週仲間市です。土曜日ですよね。土曜日、北九州市の、北九州だからね、はい、はい、あ、わかりました。仲間ハーモニーホール。仲間ハーモニーホールです、皆さん。はい。会場が11時から、で、開演が12時から、予定では17時半頃まで。じゃあ結構モリモリでやるね。モリモリで、はい。そっか、うちも楽しみだね。楽しみでございます。素晴らしいです。ありがとうございます。はい。達也部長の楽しい波動と。楽しい波動です。そうそう。うちあれでしょ、やっぱ結構踊るんでしょ、踊りはどうでしょうかね。なるほど。その時のあれによって、ひらめいて、直感でやるときはやるし。いつも直前とか。あ、そうなんだ。ひらめいたり、これをしようかなっていう。いいですよ、それで。素晴らしいです。ありがとう。じゃあね、またうっちーとね、リアルで会えますから、ぜひね、九州方面とかね、その近くの人行ってみてください。ね、山口とかあっちの方の人もね、いや、北九州だったら近いんじゃないかな。ね、ぜひね、遊びに行ってください。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ひらめちゃん、感謝してます。感謝します。はい。はい。はい。じゃあみんな大丈夫かな。じゃあね、ちょこっとだけ。あ、さやちゃん。はいはい、どうぞ。さやちゃん。はい。はい。あれ？ごめんなさい、大丈夫ですか？大丈夫です。もう言えない。言えない。言えない。いいよ。よーい。よーい、スタート。はい。感謝してます。始まった。あと一回だけお願いします。この前、そのカウンセリング、箱カウンセリングのパワーもいただいて、ちょうど車の中でね、すごい八千さんがいいことを教えてくださってたので、シェアしたいなと思って。これを教えてほしい。はい。なんか、箱カウンセリングのことを、まあ、いろいろ聞いてたんですけど、なんか、もう、答え、自分が、例えば悩んでる答えっていうのは、ちゃんと自分で分かってるんだよね、っていうのを八千さんが言ってくださってて、で、あとは一押ししてあげるだけなんだよ、みたいなことを、箱カウンセリングで、で、一押ししてあげるだけなんだよ、っていう、
ことを言ってくださってたのがすごい心に残ってて、多分皆さんいろんな悩みがあると思うんですけど、自分で答えは知っててっていうのを聞いて、私もなんか発酵カウンセリングの、パワーいただいた後にちょっとなんか相談事みたいなのが来て、まあ、私がどうしようかなっていう思うことがあって、悩んでたんですけど、あ、自分って一応発酵カウンセリングできるんだと思って、自分で考えてみたら、あ、じゃあ自分はこっちの楽しい方を選ぼうって自分で答えが見つけ出せて、皆さん、みんな答え持ってるんだなっていうことを、レジさんからも教えてもらって、自分で発酵パワーのおかげで、自分の答え出せたっていうのが良かった。素晴らしい。はい、以上です。そうだよな、みんな答え分かってたよな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、感謝します。では、万歳いきまーす。せーの、万歳万歳万歳よっしゃー、ありがとうございます。はい。はい。はい。京都くむちゃん。はい、お願いします。はい、感謝してます。感謝してます。よ、よーい。よーい。佐賀県で丸カンの店続けてむっちゃん商店をしてます。むっちゃんです。よろしくお願いします。私はですね、新商品のビカイアンファンデーションと、ビカイアンスティックの体験のことを話します。はい、むっちゃん商店には12月の4日から10日まで1週間ですね、でお客様に 4,5 人ぐらい体験していただきました。はい、それで、すごいのがですね、やっぱりビカユンスティック塗るだけで、もう、本当に1分もしないうちにですね、みるみる、上がって、リフトアップがすごかったんですね。で、顔がどんどん白くなっていかれて、ツヤが出てですね。で、あと、ファンデーションもすごく伸びが良くって、気持ちが良くって、わかりやすいように顔半分ずつ皆さん塗っていただいたんですけど、もう感激されちゃって、皆さん体験された方は、予約をいただきました。ああ、すごい。おめでとうございます。やっぱり1番と2番のファンデーションの色味とかも分かったんで、本当は体験させていただいてよかったです。感謝してます。素晴らしい。素晴らしい。はい。で、本当に、神がかってるというか、なんか、美海運、もう、豊かな波動になるなっていうのを、すごく実感しました。うん、素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ねえ、楽しみだね。感謝します。感謝してます。1分31秒、万歳いきまーす。せーの、万歳万歳万歳よっしゃー。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。気がつけばもうあと1ヶ月ちょっとで。そうだ、ね、発売。待ち遠しい。ねえ、ねえ。楽しみ。ねえ、早くね、もうこれ楽でいいよね。はい、なんか、ちなみに俺ただ、なんか誰かに聞いたんだけどさ、はい、花井さんがこの間、美海運のほら、講座の時にさ、はい、はい、あれなんだっけ、美海運のファンデーション。ファンデーション。塗った時にさ、はい、なんか、タツヤ塗りっていうのがあるんだ。要はもう見ないで。見ないで。なんか、鏡を見ないで塗るのをね、タツヤ塗りって言ってましたって言って、何そんなの聞かな。出てました。あ、おっぱいお名前出ました。タツヤ塗り。タツヤ塗りやればいい。タツヤ塗り、構造塗り。そうか。嬉しいです。ありがとうございます。私、鏡見ないで塗ります。私も本当にびっくりしました。札幌のパーティーあったじゃないですか。あの時に舞台の脇の方に端っこだね、あそこで美海運スティックを本当に何も見ないでグリグリグリ、美海運スティックだよな。そう、美海運スティック。しかもあれ優しいな、ウッチーがちゃんと見てて、いや、なんか、キャブチョないって言ってたから、なんかこれ使いますかって。ちょうどあったんだ、ね。じゃあそれをね、ウッチーのだと思ってみて、グリグリ。いいんですよ。すごい、もう、すごい勢いで塗ってたから、ね、びっくりしちゃって。いや、これは楽だよ。楽だよね。いや、まあ、女性はね、鏡見てね、ちゃんとね、ポイントでやるっていうのもあるんだろうけど、俺も全く見ない。なんかもう、美海運ファンデーションもね、なんなら洗顔のように塗るから。でもなんか本当にもう優しくじゃなくて、洗顔のようでいいんですね。そう、本当洗顔のようにしてもね、ちゃんと塗れるよね。いや、本当に素晴らしい。それがタツヤ塗り。気が楽になります。
それでもね、あの時間経つと、ね。そうそう、ちゃんと落ち着くし、あと変なダマになるとか、はい、なんかね、そうそうそう、ここだけ濡れてないとか、はい、濡れてるとか、そう、ムラになんなくて、すごくいいの、これは。いいね、はい、だからこれはね、ほんと楽しみですね。す、皆さんもね、来たら達也塗りを。美化油ね、スティックも、達也塗り、ガキ広がりますね。塗ってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。はい。ということで、せっかくだからね、今日ね、はい、ちょっとひとりさんにいい話聞いたんで、はい、少しシェアでね、はい、また講演会でもね、お話ししたいと思いますが、はい、今日心意気ってひとりさんが言ってて、はい、心意気。要は心意気って何の話ですかっていうと、ひとりさんがね、教えてくれたんだけど、やっぱり、その心意気がある人っていうのは、うん、男にも女にも人気があるって。うんうん、そうだ、でも簡単に言うと心意気っていうのは、うん、はい、じゃあ例えばね、ナッツ、弱い者いじめする人って心意気があると思いますか？ありませんありませんよね、ないよね。だから、で、やっぱり、うん、その弱いも、弱い人の味方っていうか、うん、弱い人にいつも味方になってくれるとか、やっぱりまあ弱い者いじめする人がすでに心意気とかってないじゃん、簡単に言うと。だから、この心意気っていうのを知ってて、例えば、すごい、わかりやすいと思うのよ。例えば、弱い者いじめする人は心意気があるとは言わないよねって。そう、でも、やっぱりその弱い者いじめで弱者っていうかね、味方になってくれたりする人ってすごくかっこいいというかさ、やっぱり弱い者の人を助けてくれるとかってやっぱ心意気があったりさ、で、まあそういう人って男女ともにすごく人気があるし、やっぱ心意気がある人っていうのはやっぱりすごい魅力的だから、まあ例えば男の人だったらもちろん女の人にもモテるけど、やっぱ男の人にもモテるというか、だから男女ともに異性関わらず、すごい人気がある。まあ、顔がいい人だけって女性から人気があるのは、片一方だけはいいかもしれないけど、はい、まあ、男性からすごい嫌われるとかね、っていう話。だから女性、これ逆に女性も全く同じです。女性でも心意気がある人は、なんつ、もちろん異性の男性からもすごい人気があるけど、やっぱりなんつうんかな、女性、同性の人からあんまりその好かれないんだよっていう話があって、あ、なるほどなぁ、とか、そんな話聞き。だから、男女ともになんだけど、やっぱり心意気がある人っていうのは、やっぱりね、どっちからも人気があるさ、で、これやっぱり商売なんかやってる人が絶対この心意気のことはね、忘れないでいてほしいなって思うのね。だって、例えば俺がだよ、このズームの時はさ、みんなでこうやってね、仲良くやってんじゃん。ズーム終わったとさ、すげえぶっちょとらんのさ、うちおめえはなってねえよな、みたいな。心意気ないでしょ。はい、終了。はい、終了。終わった瞬間、うっちゃおめえ、あれねんじゃねえのみたいな。ふざけんなよ、みたいな。その時は隠し撮りしてる。隠し撮り。本当の声とこうです、みたいな。ショートドーナー。ショートドーナー。実は、実は、みたいな。まあ、でもやっぱりね、まあ、動画で撮ろうと撮る場合と、はい、まあ、その人の波動からにじみ出ちゃうんだ。で、こうやってひとりさんに教えてもらった、はい、心意気っていうのは、ちゃんと波動でにじみ出ちゃうから、うん、やっぱモテる人ってのは女性、うん、男性ともに、やっぱり波動がにじみ出るから、うん、なんつうかな、なんかやっぱ人気って出ちゃうし、うん、そうやっぱ心意気ってね。で、ひとりさんが昔からさ、ね、うちもさ、はい、いのちゃんもね、聞いたことあると思うんだけど、格好ぐらいつけろよって話聞いたことない？よくひとりさん言ってるじゃん。はい、で、はい、まあこれって言葉だけで、こうなんつう、うん、考えちゃうと、あ、そっか、ちゃんとね、加工もしなきゃいけないし、ちゃんとなんつうかな、男だったらね、ちゃんとファッションとかも考えてとかって思っちゃうんだけど、そういうことじゃなくて、要は心意気の話です。要はだってやっぱ心意気がある人ってかっこいいじゃん。なんかさ、やっぱりね、なんかだって何回も言うけど、弱い者いじめとかする人をさ、かっこいいと思わないさ。で、やっぱり、例えばこういうね、オフィスとかに来てもさ、新人さんとか何もわかんないじゃん。その人をさ、なんかね、なんか、あんた死んないんだったらあっち行ってよ、みたいな。なんかさ、そういうのやつ、やっぱ心意気ないじゃん。そう、だから、やっぱこの心意気ってすごい大切だから、やっぱ心意気がある人っていうのは、男女ともに、すごく人気があるし、やっぱ、で、そういう心意気の波動っていうのは、やっぱりちゃんと魅力として出るんだよって話教えてもらって。そう、だからやっぱ心意気って、その波動で出ちゃうんじゃないかな。言葉だけじゃなくて。どんなにいいことを言ってたとしても。そう、そうだね。そう、やっぱり、その人の魅力として出ちゃうんじゃないのかなって。そう、で、やっぱ一人さんも言ってた、やっぱり人間って波動だね。人生は波動って言ってるじゃん。やっぱ波動って隠すこともできないからさ。で、やっぱり意地悪な人はね、意地悪な波動が出るんじゃない？そうかなと思うけどね。まあだから心意気、皆さんこの心意気のことを覚えておくとすごくいい。だからそのことを知ってれば、どっちかなって多分判断基準になると思うのよ。だから弱い者いじめしたりさ、陰口言う。だから陰口言う人ってどう？なんかさ、心意気あるんだ。どうなの？あの人の陰口かっこいいよね、みたいな。ないと思う。多分だんだん距離が。だんだん距離が出ると思う。
やばね、表面上はね、すごくいいんだけど、はい、なんで裏もあるって、まあ、すっごい陰口めちゃくちゃ言うんですよ。すごい心意気があってかっこいいです。ないそう、だからやっぱひとりさんがね、心意気だよって教えてくる。なるほどって。やっぱり、心意気がある人ってかっこいいよね。かっこいいじゃん。こいつしたらやっぱり男女ともにね、人気があるって当然なんじゃないかなと。だから、ね、こういうのを知ってれば、そっかって心意気ってね、どうなんだろうって、すごく自分の中でも考える機会にもなると思う。もそんな、まあ、もちろん最初から完璧にはできないと思うよ。でも、これもひとりさんの場数の話だと思ってさ。はい、知ってればだんだんこう魅力って磨くことができるんじゃないのかなって思いました。まあ聞いててね。ということで皆さん、心意気、心意気です。そう、ありがとうございます。なんかますますこう和顔愛語と思いやりのある言葉とか、ね、そうだね。いやもちろん、はい、やっぱりそれさえやってれば心意気ね、はい、本当に心意気の人生って生きられるよね、うん、本当に素晴らしいですね。やっぱ詰まるところさ、うん、どうしたらいいのって話になってきたらね、うん、ひとりさんのその和顔愛語とか徹底してやっていけばいいんだもんね、うんうん、そうです。まあそういうことでね。まあでもこれ因果の話もそうだけどさ、はい、結局、うん、まあ、人ってさ、うん、もちろん何回も言うけど、一人三論は自分論だから、うん、なんか俺たちはやっぱり、ここの場ではね、すごくいいこととか言ってるかもしれないけど、うん、やっぱり画面が切れた後とかのことは実際見えないしさ。うん、で、みんなも、いや、俺たちも、俺たちの場合ではいいんだよ。だけど、うん、なんかわかんない。だから、例えばだよ、うん。例えば、じゃあ、そのね、こういう丸カンの人たち、また違うグループがあってさ、うん、で、そこに行ったらね、なんか裏でずっと悪口言ってるみたいな話になったらさ、うん、それだってやっぱり、なんつうんかな、波動はブーメランになって帰ってくるんだから、別に言われてる本人がいつも言うけど、言われてる人に影響があるんじゃなくて、言ってる本人に全部帰ってくるじゃん。そう、だからそういう一人さんのは自分論。だからね、誰も見てないからって言ってね、いいんだって言ってね、言いたい放題言ってても、別にそれは構わないけど、あなたが受け取れますよってだけの話なんだから、そこをちゃんとね、覚えておけば、すごくどれぐらいね、自分が損してるかって分かると思う。だって自分だってさ、そんなんかマイナスな波動が返ってきちゃうの分かっててさ、ずっと言うってのはな、やっぱりさ、ね、もったいないよって俺たちで、だからずっと、まあね、ひとりさんもずっと昔から繰り返しさ、まあね、例題とかを書いてずっと同じことを教えてくれてるけど、まあ俺たちが教えていきたいのもそういうことですよね。だからね、まあ本当に皆さんで楽しくね、切磋琢磨してやっていきましょうね、ということです。まあ最初からだからカップ、うん、何すごい、その明るみになるようになってきてるなっていうのは、そのスピードは早いよね。早いです。そうだね。だから今ほらひとりさんもだんだん良くなる、未来は明るいですし、なんかいろいろなんかスピリチュアルの世界ではさ、なんか本当に隠せないとかいろいろ言われてるけど、でもその簡単に言うと、そのなんか自分が因果を刈り取るスピードが速くなってるっていう目で見ればすごく分かりやすいんじゃないか。だからそういう意味ではね、本当に良くなってるし、そう、前みたいにこう何世代もかかるみたいな感じじゃないんじゃないかな。まあ分かんないけど、でも来世再来世も受け取れるからね。そう、なんかひとりさんの魂の夜明けの話で、好きなのが、なんか、今までは暗闇、夜が明ける前の暗闇だったから、その闇の存在とかが真っ暗で見えなかったけど、今はもう日が差してきてるから、その闇がすごく見えやすくなってるっていう話があった。そうだね。またね、そういうことが起きてるんだ、今はって思って。そうだね。そういうのを感じました。そう、だからやっぱ時代はね、だんだん良くなる、見えは分かる、すべてが良くなってるんですね。そう、いや、ありがとうございます、ね、本当に。だからね、皆さんもだんだん良くなる、未来は明るいで、ね、その気持ちでいきましょう。素晴らしいでーす。はい、まあね、こういうこともね、講演会でお話できたらね、ありがたいです。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあね、はい、そろそろお時間ですよね。はい、はい、ということで、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあね、感謝します。はい、3回言って終わりにしましょう。はい、はい、じゃあ皆さん行きますよ。大丈夫かな？はい。行きます。せーの。感謝してまーす。感謝してまーす。感謝してまーす。はい。はい。ということで、本日も6時だよ全員集合ありがとうございました。また明日。明日ですね。はい。明日開催させていただきますので、はい、お気軽にご参加ください。はい。本日オフィスズームは以上となります。それではまた明日お会いしましょう。ごきげんよう。5秒前。4、3、2、1。ふわふわ。